チェルベーテリとタルクイーニアのエトルリア墓地遺跡群は、イタリアの世界遺産の一つ。イタリア中部ラツィオ州にある、エトルリア人が残した2カ所のネクロポリスが対象となっている。バンディタッチャのネクロポリスは、ローマの西北西約35キロメートルのチェルベーテリ、近郊にあるネクロポリスの遺跡である。バンディタッチャという名前はイタリア語のバンドに由来している。 総面積は400ヘクタールで、そのうち訪問可能なのは10ヘクタールである。全体で1200もの墓があり、その多くが昇級を覆っている。この遺跡は、地中海世界最大のネクロポリスである。墓の作成された年代は、紀元前9世紀のビラノバ文化期から、紀元前3世紀の後期エトルリア時代にわたっている。古式ゆかしいものは、 井戸状の縦穴を掘り底に死者の灰を収めるが簡素な窪地状のものも存在している。エトルリアッの墓には二つの様式が見られる。墓内部の装飾この古代文明の遺跡について現在わかっていることの一定部分は墓の装飾の詳細に追っている。墓の中で最も有名なのはデイ・ライリービと呼ばれるものとその紀元前4世紀のレリーフだがそれは 秘文かからマトゥナスなるるる人物のものもであることが分かっている墓には、優れたフレスコ画群や、薄浮き彫り、生活用具の数々を描いた彫刻などが見られる。最も新しい時期の墓は、紀元前三世紀のものである。それらの中には外部に、シプスを備えているものもあり、男性向けには円筒型、女性向けには小さな家の形をしている。それぞれ、 弾痕とヘッツイをかたどったものだと言われている。出土品の大部分は、現在、ローマの国立エトルリア博物館とチェルベーテリの国立考古学博物館で展示されている。モンテロッジのネクロポリスは、ローマの西北西約7 0トルのタルクイーニア近郊にあり、6000以上の墓が発見されている。バンディタッチャ同様、フレスコ画の描かれた墓なども含まれている。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。